おはようございます。和がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、先日、先日というか、先週というか、えー、っとですね、えー、お酒をですね、週2回ですね、週2回のお酒を飲むというところから、週1回のお酒にこう、変えました。うん。だお酒を週1回にしてみたと。 いうことですね、うん、でこれはなぜこう週2回飲んでたのを週1回にしたかというと、まあ、いろんなまあ理由があったんあるんですけども一つはあのダイエットですねダイエットをこうしていてですねあのー、まああのー、今年の初めに74キロやった体重がですね、えー、78キロ近くまでこう体重がちょっと増えてしまったと。 えーいうことがあったんですね。ほんでそういうことがあってですね。ほんで。 えしっかりちょっと落とそうと思ってこう食事改善をねこうまあ週5日間こうしてですねほんでえ体重を測ると1週間に1回体重を測るかとことをやってたんですけどもそうしたらですねこうしっかりとねこう食事をこう抑えてというかうんそんなに食べ過ぎない状態を作ってですねで体重を1週間後測ったらですねその食べ過ぎてていってた時の体重と変わらへんかったんですね。 で体重が変わらへんかってそれを見てなんでやと思ってほんで、えー、その時体重計に2回乗って2回測ったんですけども、まあ、もちろんね体重は変わらないんですけどもでこれはどういうことかなどういうこう原因でこうなってるんかなとこれは、えー、見つけていかなあかんと思ってこうあのえー、ちょっと体重をねこう毎日測るようにしたんですね。 だから水曜日にこう、水曜日の朝に測ってたのを、もう毎日測るようにして、で、水曜日と木曜日が僕はチートデーとして、こう、暴飲暴食をこうしてたんですけども、で、水曜日、え木曜日と、暴飲暴食して、こう、体重をもう毎日測っていたらですね、その、チートデーの2日間でですね、約3キロ、え体重が増えてたということで、あこれはあかんと思って、その、 体重が3キロ増えて、その残り5日間でこう食事改善をしてで、その3キロを落とす形で、えー、だから1週間経ったら、その体重が変わらない状態になっているというのを繰り返してたんだということがこう分かったんですね。ということは、ですねこうチートデーに、チートデーやからといってね、食べ過ぎてしまってはですね、やっぱり体重っていうのは落ちないんだということが分かったんですね。 で目標体重に行ってた時僕の場合72キロなんですけども目標体重に行ってその、えー、変わらへんにやったらいいですけどもその目標体重よりこう上に超えてる状態でですねそれをするとこう、まあ、増えていくかもしくはこう横ばいということになるんでねこれはあかんなと。 でチートデイにこうお酒を飲んでですね、えー、その食べるものをこう抑えるっていうのが多分僕の場合できないだろうなとお酒を飲むとですねこう胃の感覚もおかしくなって、えー、こう食欲があるなし関係なしに食べてしまう状態をこう作り出してしまうんでですね、えー、これはあかんなということでこうそしたらこうお酒をね1日減らそうと。 だから週2日飲んでたのを1日にしようということで、えー、ちょっとそれをこうするようにしたっていうのがまず一つとそれとですねその毎週水曜日木曜日にお酒を飲んでたんですけども。 そのむちゃくちゃ欲しさが水曜日、木曜日はこう待ち遠しくてお酒が飲めると思って飲んでたかというとですね、そうでもなくてですね、まあ休み前と、まあ、飲めるんやったらっていうことでこう、もったいないし飲んでるっていうことで、そのお酒に対してね、僕はそこまでこう飲みたいと思ってないっていうことがありますね。で、そのお酒をこう飲むことによってですねこう、やっぱりこう、何らかのね、体のこうダメージというかね、 体に良くない脳の状態がこう良くない状態にこうなる感じがあるなというのを感じたんでですねあのもう週1回にしてしまおうとこの機会にねこういう機会があるんだったら週1回にしてしまおうということでこう週1回にこうするようにこうしました。 でえー、なその週1回はいつにしようかと考えて休み前がいいのか休みの日がいいのかっていうふうに考えた時に、えー、やっぱり休みの日はこう、まあ、まあ休みの日もいろいろ動くんですけど動いたあとほっとしてこう休んだっていうところでこう飲みたくなるだろうからこう木曜日は飲もうとな休み前はこう飲まないでおこうというふうに決めて。 ほんならですねその週のこうえー、まあ月曜日とかね 火曜、えー、日曜とかねに「あ今週水曜飲まへんやなお酒」と思ってちょっと自分の中でプレッシャーがかかって「えー、水曜日になったら飲みたくなるんちゃうかな」とかこうちょっと思いながらねでもこう自分で決めたことやからまあまあ誰も知らないんですけど自分の中で自分で決めたことやからそれは守らなあかんということでちょっとプレッシャーにこうなってたんですけどもいざ水曜日になってみると「あ別にお酒飲みたく ならないなっていうのが分かってあこれはええわということで、えー、水曜日お酒を飲まないで過ごしましたあの木曜日がこう独立した木曜日、えー、最初は水曜日が休みやって途中から木曜日が休みになりだしてで木曜日が休みになってからですね、えー、休み前にこうお酒を飲まなかった日は多分なかったと思うんですねえー、っと 一回、ね、ピロリ菌の何かこう除菌をするときに、えー、お酒を飲まない時をこを作った時はありましたそれ以外でね、えー、水曜日に飲まなかったのはこう初めてちゃうかなっていうぐらいの状態で初めて休み前に飲まないのを経験しました。これはねいろんな面で良かったですね。休み前やからこう気持ち的に楽になるんでいろいろとこう自分がこう 楽しみにしてるというか、借りていたこうレンタルしていた映画をゆっくり見たりとかね、本も読んだりとかね、ゆっくり過ごして、それでもね、1週間のこう疲れが出てるんで、夜はもう眠たくなって、ぐっすりほんでアルコールなしで寝るんで、木曜日の朝がこうすごくこう元気な状態で。 えー、起きることができてですねで木曜日の,その休みの日にいろいろ外へ出たりする、えー、用事があって動くんですけどもそれがこう、えー、アルコールを飲んで動くんではなくてアルコールを飲まずに動くんでですね、あのー、かなりこう活動的にパフォーマンスがこう上がるというか、えー、動きをこう体がこう酒が残るっていうかその。 前の場合にお酒を飲んでるからこうだるい時がありますそれが全くなかってですね非常にこうなんていうか快適にこう過ごせましたほんで、えー、夜はこうちょっと飲んでそれもねやっぱりこう週一日どん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 お酒自分が弱くなってるのは分かるんですけども、えー、だからハイボール3倍でもうねあの、えー、寝てしまってます で次の朝までぐっすり寝るということですね、うん。こういう状態になったんですごくこう、これはいいぞという僕ん中の手応えを感じましたね。えー、週一日やか物足りんではなくてですね、逆にえ2週間にいっぺんとかね、それぐらいにしてもいいかなと。うん、だんだんお酒を受け付けない体にこうなってきてるかのような感じがこうしているというところですね。 うん、まあまあお酒は好きなんでこれからも楽しみにするんですけども結局その週1回するとそのお酒にかかる費用も半額になるんでですねちょっとこう飲みたいなと思っているそのちょっと高めのウイスキーねあのラフロイグとかも買うことができそうですしそれに加えてですねまあ他にもこういろいろとこう、うん、あの日本酒にしてもこうおい、えー、しいものを楽しめる形になると。 で他にこう、いろいろねこう、カクテルとかもちょっと挑戦してみたい、作る、カクテルを作ることにね、えー、挑戦してみたいなとかいうところもあるんでこう、お酒をより楽しむ。で、そのお酒のおつまみも、こう、いいものを、こう、ちょっと買ったりできるかなと。で、僕のささやかな、こう、贅沢がですね、えー、その週1回に集約できる、うん、お酒に関しての贅沢ですね、あできるなあというふうに思って、うん、僕にとって、こう、メリットだらけの、えー、週1のお酒と、週1 1>, 1回だけのお酒っていうのはこうメリットだらけだなというふうに感じております。ということで今日はお酒を週1日にしてみてということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。